は母ちゃんの1週間コーデを Vlog でまとめてみました。あったかいお茶でも飲みながらリラックスしてご覧いただけたら嬉しいです。この日はドリスバンノッテン青山店に来ました。母ちゃんが大好きなブランドです。ドリスバンノッテンはベルギーの男性デザイナーですが、ちょっとモードなカッティングと華やかで大胆な色柄刺繍などに毎回魅了されています。母ちゃんが履いているワイドパンツは2020年の春夏コレクションのものです。今回はドリスバンノッテンとクリスチャン・ラクロワという1990年代に一世を風靡したデザイナーとのコラボレーションによるコレクションで、素晴らしく装飾的でゴージャスなラインナップに目を奪われてしまいました。こんな派手なパンツどうやって履くのよって思う方もいるかもしれませんが、母ちゃんは普通にユニクロのカシミヤタートルネックセーターとハイクのトレンチコートを合わせちゃってます。ベーシックなアイテムの中に1点だけポンと目を引くものを入れる着こなしが母ちゃんの好きなスタイルです。この日も引き続き春夏物をチェックしていきたいと思います。では行ってきます。この日は午前中に六本木で打ち合わせがあったので、国立新美術館に立ち寄りました。都心とは思えないほど広々とした気持ちのいい空間で、展示を見る時間がなくってもお茶だけしに来たりもします。打ち合わせの相手に合わせて、この日はユニクロのニットとアクネストゥーディオの細身パンツという超シンプルコーデだったので、ストールだけ華やかなオレンジにしました。アート鑑賞が好きなので先々の企画展もチェックします。移動時間やちょっとした隙間時間にはせっせとブログを書いてます。ミランダ母ちゃんのスタイルレシピというブログを毎日更新していますので、よろしければそちらもご覧になってくださいね。はい、もう一件打ち合わせが終わったので、母ちゃんまた休んでます。母ちゃん休みすぎではないでしょうか。この日はお客様との待ち合わせです。ちょっと寒かったので厚めのドリスバンノッテンのトップスを着ています。スリットが入ったスカートはザラです。ちょっと島田純子さん風にヒョウ柄のバッグを合わせてみました。ラメのトップスにヒョウ柄、限りなく大阪のおばちゃんっぽいコーディネートとも言えますね。ただいま待ち合わせ中です。こちらのブラックのコートは今月のセールでドーバーストリートマーケット銀座店で買ったノワール K 二宮のカシミヤコートです。ものすごくシンプルなテーラードのコートなので、パーティーにもお葬式にも着られちゃいそうなんですけど、襟を折り返すと裏地のような生地が切り返しになっているという面白い作りで、こうやってボタンを留めて着てると表情が変わります。この上からストールを巻いたりして変化を出してもいいかなと思います。この日は青山エリアを中心に市場調査をしていました。動きやすさを重視して大きめサイズのゆったりしたニットセーターにニットスカートを合わせてます。大きめのニットはヒップまですっぽり隠れて体型カバーになるし、あったかいのがいいですね。珍しく黒を着ずに淡い色でまとめているので、その雰囲気を壊さないように旅ブーツもベージュを選びました。母ちゃん今日も休憩が長いです。この日は某メディア様との初打ち合わせだったので、きちんと感を意識したコーディネートです。こういう時には母ちゃん必ずと言っていいぐらいジャケットを着ます。このジャケットはステラ・マッカートニーのものです。ステラはイギリスの女性デザイナーで、もともとイギリスの高級テーラーサビル・ローで働いていたこともある方なので、ジャケットが特に素晴らしいんです。サビル・ローはウィンストン・チャーチルやチャールズ皇太子も顧客で、日本語の背広の語源になったとも言われてるんですよ。トップス・ボトムスはプチプラで、ジャケットやコートは仕立てや素材の良し悪しが目立つので、ちょっと高くても信頼できるものを選ぶというのも母ちゃんコーデのお約束ですね。母ちゃんお家で原稿書いてることも多いんですけれど、たまに寝不足だと睡魔に襲われるので、この日はカフェで仕事をしました。
ざっくりしたロングカーディガンとオレンジのスカートはどちらも古着屋さんで買いました。スカートはコムデギャルソントリコです。コムデギャルソントリコは栗原太鳳さんという方がデザイナーで、丸い襟で可愛いデザインの服が多いんですけれど、このスカートはもう少しシャープな印象なので、もしかして2003年から栗原さんに引き継がれる前の純也渡辺家のトリコなんじゃないかしらと思ってます。あくまで母ちゃんの想像です。ロングカーディガンは2002年に作られたランバンです。アルパカで車移動ならコート代わりになるほどあったかいんですよ。この日もちょっと気の張る打ち合わせだったので、失礼のないようにやはりジャケットを着ました。ユニクロのタートルニットにザラのパンツ、ジャケットは 5,6 年前のドリスバンノッテンです。それだけだとちょっとおとなしすぎるので、ジャケットとトップスの間にラップドレスを着ています。こちらシンガポール Vlog でも着ていたドレスなんですが、とっても気に入ってるので冬はこんな着方をしています。ジャケットの裾からドレスを出すレイヤードってちょっと複雑に見えるかもしれませんが、スカーフ感覚でジャケットの下にペラッと着るだけです。ジャケットとドレスをイエローからブラウンの同系色の色で合わせれば、チェックと柄との組み合わせでも割とまとまる感じになると思います。いかがでしたか？今週は母ちゃんのリアル1週間コーデをご紹介しました。今シーズンのトレンドど真ん中のコーディネートではないと思いますが、母ちゃんが美的に刺激を受けたり、とにかくときめく服を着ることを楽しんでいるので、何かのご参考になれば嬉しいです。今日は Vlog 1週間コーデをご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまたね。